読漢字、意外と読めない漢字問題です。これが読めたら漢字博士。では、始めていきましょう。いかがでしたか？この動画が面白いと感じた方は、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。